じゃあ、こんにちは。はい、前回の動画でチームによって教え方が全く変わるっていう、はい、言うじゃないですか。まあもちろんヤクルトと西武で優勝されてやっぱ変えました、教え方って。結果は同じです。よくするんです。うん、だから10年問えるって言ってね、はい、言い方変えないとわからんやつ多いんだ。それは個人個人に言うんですか。全部違う。ヤクルトで竹山はすぐ上手だった。こうやって取れ、うん、水谷が4年かかったって、うん、今、まあ、当時のショートですよね。うん、はい、それで僕は3年目に荒川博さんが監督クビになって僕が監督になって、それで竹山と丸山に教えられた。それで言い方が違ってね、うん、僕らが印象に残った三谷一人前にするのはね、やっぱりね、硬くなったらトレンドって教える、うんうんうん、リラックスせーと、リラックスしない、ふぬけんな、あいつ、うんうんうん、ほんでね、緊張せーって、ね、緊張せー、緊張せー、緊張せーって言うと一瞬リラックスや、緊張の次はパッ、ふぬけんで、教え方全部違う、うんうん、まあ基本はあっても言い方が違うということですよね。だから巨人で育った人がどっちかいうとよそいいとみんな失敗する、うん、教えないから、うんうん、勝つのは当たり前だと言ってやるで、うん、でやる気ないんだよ、逃げ切って。これ森正彦、うん、野村にしても森にしても理論が立派、うん、根気がない、うん、根気が。野村もあれインチキじゃこれもあんなあの森なんか教えられないんです、うん、それであいつはね、僕は育てたんだけど頭が良くて、それでキャッチャーってね、インチキするんです、うん、例えばね、俺のまっすぐ次掘らすからな、打てよってオープン戦で、うん、だから相手が打つんだよ。それじゃあ、もあれ森もオープン戦で打つんだよ、うん、大したことだなと思って、何インチキしてるんだよ、教えてるんだよ、お互いにやってるよ ね、俺らは分からんもん、うん、そういう男、うん、だけど理論はしっかりして見る目もしっかり、うん、教えられない、うん、だから人間っていうのはいい時悪い時は2つ持って生まれてるんだから、うん、だから悪ければよくしてやって俺に報告する、うん、お前は悪いことばっかり俺に報告するって俺が直すんだから全部、うん、ね、俺森に言ったことあるんだよ、僕はね、教えられないって言ったもん。あ、うん、でもそのチームの、まあ、例えばヤクルトと西武の意識を変えていかなきゃいけないでしょ、うん、あれね、今の人知ってないと思う、ヤクルトがあれ29年ぶりに優勝した。そうです ね、あの時偉かったのは松園さんですよ、うん、あの人はね、嘘か本当か知らんけど、まあ、オーナーですよね。オーナー当時のね、うん、僕はな、ヒロ君トレードを嫌いだ。で山崎ひろも来たかったんだよ、ロッテ。俺はトレード嫌いです。縁があってドラフトで取った選手を一人前にして買ってくれと言った。ほ、うんで、そうそう俺は教えないかんなと、うん。いい選手をお金と名前で取るのは楽ですよ。うん、今の巨人がそうですよ、うん。いい選手取りすぎてるよね、うん。いいという選手が、うん、使わないと下手になる。ずっと使ってるといろんなことで成功したり失敗したりして伸びるんですよ、はいはい、それをあのヤクルト行った時に松田さんがね、俺はトレードキャリアのお尻でやってくれ、うん、それで立派にして勝ってくれ、うん、これだから1年目はね、一番最初に僕はピッチャーが全てだっていうのは三系で教わる、北川さん、うん、デスク、これね、ヒロ君、一点絞りといってね、一番大事なものを全力で教えるべき、うん、そうしないといい文章書いって言って、ね、うんうん、それでそこで教わったでしょ、うん、それで、あ、ローテーション隠しようって、あの松岡と、うん、とか安田とか、ね、いいのがいた、うん、それにジャンボと間を加えた、うん、それまではね、全部選手を使って巨人に勝ったね、バザーイで、あと負けるでも監督は一番最初にそういうローテーションを組んだらしいですね。ローテーション中4日か5日かなんか、あれアメリカに行ってローテーション行って、要するに
民主主義というのは平等主義なの、はい、だから飛ばすことないの、はい、だけど5人があのマネージャー GM が5人選んだら中4日で回すんですよ、うん、本当やったら日本はこう行きたいでこれ行ってエース行こう、うん、まあ当時はそういうのがあったでしょうね。雨で中止になったらもうローテーション、そうそう、あの前倒しにしていいのを使っていくって。監督はもう1年間トータルでそのローテーションを守らせたんですよ。 それで勝たないと人間っていうのはね、あいつばっかりエグっちゃうって言ってなるんだよ。だから最初ね、まあ、不満が生まれるということですね、チーム。これだからヤクルトなんかね、そういうの決めたらね、ずーっと5回までは担当コーチは教えてる、どんなに、うん、あの打たれても何しても俺は変えない、うん、5回目では変えない。で勝利投手になったり敗戦投手になったりするよ、変えたいですよこっちは、うん、これでも5回まではと言って言った手前に、ほだら不思議な人間じゃ責任を、ほだらだんだんこの間にしてもジャンボしても偉くなる、だんだんね勉強ずーっと俺はこうしようあそれで、だから上がるんでレベルが、ほだらローテーションが本当は大事なんだよ。今みたいに、まあ監督の著書でも責任を与えるっていうことがよく書かれてますよね。俺は辛抱いるよ。いやそうでしょうね、変えたい、もう変えたいなと思う時はあるでしょうけど、でもその都度ね読んで教えるもん、うん、あの時こうやったな、こせ焦い、うん、でも一番松岡っていうピッチャーエース、うん、点を取ると打たれる、うん、ヤクルト点を取ってね、例えば5点取ったほんとはポンポンポン打たれるんだよ、うん、それであんな球カチャって見ないわからんって、俺まずこいって、ね、部屋言うんで、なんでお前あんなピッチングするんだよ、点をやったら悪いと思ってね、硬くなるんですって、人によって違う、うん、まあ逆にプレッシャーを感じるっていうことですよね。だから1対0だともういいピッチングするんだよ、うん、いや人によって違うわ、考えたら違うわって、うん、今まで椅子に座って監督がこうやってやってるでしょ、うん、あれわからん僕には、うん、やっぱりね問題があるのをいちいち解決するために自分を偉くなる、うん、だから弱いチームほど自分を偉くなる、うん、そう思う、うん、で巨人なんかあれはねオールスターの選手の監督なら何も教える能力ないんだから、うん、そうでしょ、ね、いい選手とは勝てると思ってあれバカに、うん、教え方が悪い証拠、うん、だから結果が悪ければ担当コーチの責任ですよ、うん、まあそうですね、うん、それで担当コーチの言い方が悪かったら監督の責任、うん、そう以外にものに人事があるんですよ、うん、今でも阪急との日本シリーズで結構時間食いましたよね。あれあの時ねピッチャーいなくてどうしようか森って、うん、だからね長いちょっと先発したら向こうはそういうオーダーに聞いたら今度右パッと変えようって、うん、僕はたまにやっぱ戦略って結構考えました日本シリーズの前。だから結局野球っていうのは相手にいい選手がいればレベルが上がる、うん、というのは僕らの時は研究するから、うん、だから江夏ね西武で江夏取ったよ。この時江夏をお前攻略するのどうするかって練習あるのみですって言って練習あるのみって、えなさんも大きいんだよ、えなさんの少々練習しても打てんぞって言って、うん、投げるだけは優秀だけど守備はゼロって言って、うん、これでプッシュやった、うん、もうプッシュも毎日練習させて、ほいだらなんちゅうかな片平の時にそういうのが来るんだよね、うん、それは西武時代ですよね、うん、それは西武、うん、いい選手と思われるのが相手にいると、それを最初に研究すればね、レベル上がるんだよ、今の人知らん、うん、ただ監督ね、監督はまあローテーションを作り、確立させ、食生活で、まあ今もう当たり前になってる、もうタバコの問題ですよね、うん、もう吸うなと、もう監督が一番最初にそれをこう整備していったでしょ。で当時はものすごい批判あったじゃないですか、
そんなに管理してもって今もそうなってますよね。だから我々やって分かるな、10年か20年じゃ分かる、そんなもんです。でも最初やっぱりやるのに勇気がいったでしょ。いや勇気が、まあ例えば選手とかもうやりたい放題の選手が多かったじゃないですか。いやそれはね、ヤクルトのヤクルトでそれを認めてくれって、例えばビール飲む、飲んでもいいと言ってくれってね、俺家帰ってお前ら主だから、好きなことやれ、全体で動くときは球団がお金を出してるのにお前らの言うことならでね、やっとも、だからみんなで動いてるときは同じように、帰って何をしようとかも、ただ帰って何やかんやって見つけたこいつご中心な森で、森を嘘をつけやるからねあれね、なんでか言ったらね、ゲームやっとるとベンチにですよ、あの裏に行ったのはこいつら何やってるわからん、監督ちょっと見てくれって、何自分がタバコ吸えよ僕がタバコ吸わんから匂うの分かる、こんなやろうと思ったけどね、言うことはしっかりして、見ることもしっかりしてるから使った、上手に使ってるんで、ほんでもあの当時のか、ゲームがもう3分の2ぐらい、それで再開が良くない、だからね、何を言うか言ったらね、あのゴルフ場は良かったと、あのクラブはいいと、もう野球をおっぽらかしてね、ゴルフの話するんだよ、それでこれはいかんと言って、今言ったらこうさえ合わせると、こうしたら君たちの思ってる通りの選手になる。やらんとダメ言って、まあだからもう一から教えたということですよね、弱いチームを、それでやっぱり選手だけじゃなくて奥さんがいる人は呼んでこういうものを食べさせてくれとか、いやそういうのは俺してない、してないですか、してない、もうそういう報道があったりとかしませんか。いやあれは報道売れりゃいいんだからしてないんですか。してない、おうん、だからあれね、玄米だけ食べさせてんじゃないんですよ、玄米、白米、中華料理、西洋料理、全部メニューなんかあるんですよ、それでどっちかというと玄米食べた方が体にいいぞと言ってるのを、牡蠣屋は玄米しか食わさないとか言うんで、売りで肉は食わさないとかね、あの肉は、今はね、いろいろ勉強してるとね、年を取ると動物性タンパクはダメ、だんだん植物性に変えていけない、だから若い生まれたら死ぬんだ、だから生まれて3年ぐらいっていうのは頭が向くでしょ、だからみんなどうもないんです、悪いやつに、でも環境によって人は変わってくる、4年5年6年、はいはい、でその時は動物性タンパクを取っても体が良くなる、でいらんものは殺すものを持って生まれてる、それが25から30ぐらいからそういうものがだんだん落ちるんですよ、だから正しい生活にならない、で年取ったらもっと正しくない、そういうのは知らんからね、だからまあ野球選手で必要なものを与えたということですよね、こうした方がいいという、いやそれもね、僕らやっぱりヤクルトだったらヤクルトはああいうウェイトレーニングであって、でその専門家に聞くもん、あそうだ、そのウェイトトレーニングを導入したのも監督は、いやウェイトトレーニングの道具を交わしたのは川上哲也、あれの不安が鉄工時間で何キロこれやったらいいらしいぞ買えって、みんな買えって言ったら買うよ、それっきり、でそれ何年か経って西武行くでしょ、あオフはちょっとウィートリングが足りないと、で陸上の人がね、あの陸上でもね、棚のとこはこう近づくんで、こうバブル開いてしまう、それで専門家、ヤクルトの専門家にやろうと思うんでどうですか言ったら、あのひろこさん呼吸法は伴ってないとダメって言って、それで教わるんですよ、キャッて、キャッて、まあ合気道とかですよね、合気道で言ったら重心は下、それにはどうするか、だから野球でも
上手になるには何をどうするかって教える人いないの、これが問題で、うん、だからまあそういうことでヤクルトと西武が優勝していったということですね。いや西武はね、堤さんと話したかったらさせないの、うん、根本さんと酒井さんが、うん、絶対させない、自分たちの立場で、うん、だから堤さんはね、かわいそうで、これで全国になったって西武はね、アピールできたりとあの二人が極端やつが折り上がるんで、うん、これで金だけ使うからね、うん、根本さん、これで大へ行く、悪いやつやつヤクルトも西武も広岡さんが優勝させるってことはやっぱりすごい、あれやね、広島がね、必勝法70か条、引っ張り法70か条のアメリカから取ったんですよ、うん、あれを僕はマルヒだけどこっそりやめるとき持って帰って、うん、これでヤクルトの選手、うん、西武の選手にスッて与えて、うん、田淵なんかに、お前これ当たるからな、この時こういうふうに答えるって答えを言っとくんです、さすがやっぱベテランちゃうな、相手を褒めるみたいな、なるほどね、あ、まあ、ベテランをうまく乗せて、乗せる、あれ必勝法はね、常にベストコンディションを保っているのが第一位よ、ありましたね。いや森さんが横浜の監督やられた時に僕、組閣で入りましたけど、それ持ってこられましたよ、それもセーブライオンズって書いてありましたけどねそれマジックで消されてましたよ、え、これセーブのやつやんみたいな、そこら辺ね、もうちょっと気遣って、あ、表紙ぐらい新しくしといてくれればわからなかったのに。いや、森なんかね、今でもね、どっかの僕ら、まあ、監督やると、やっぱり森呼ぶ、あいつは見る目があるってね、それで、あれ、こういうピッチャーもう用意してますって言ってる、もうね、狂いがない、うん、あれ、惜しいよね、性格悪い。いやいや、どうなんですか、まあ、いや、みんな、まあ、癖は強いよね、うん、あの、監督ね、セリーグとパリーグで、やっぱこう野球って違ったでしょ、だから、ね、だから難しかったでしょ。いや、あのパ・リーグの西武から話し合った時に、うん、巨人の、 あの林さんっていうのがいたんだね、それに林さん、西武から話し合ったんだけど、西武ってどんなやったんだ、いや、西武はね、堤っていうオーナーがいてね、うるさい、礼儀正しい、ほい、うん、で僕、本屋で西武に関する本を買ったんですよ、ほいで読んでね、よ、間違いない、西武行こう、こ、うん、れで後で分かって3問目、最初長嶋、うん、その次上田、うん、長嶋はすぐ断った、うん、上田はやります、うん、で最後に 99% で入るのがパッと、これで僕に来てる、こ、うん、れであそこね、あの時にパ・リーグの事務所、セ・リーグの事務所、伊藤パンチョンがいたでしょ、はあ、あれが ね、こういう時に勝たないとアピールできない、それで選手権、あのオールスターでもね、あのパ・リーグの選手で勝ってくれって、向こう、事務所が一生懸命、うん、ほいで、あのパ・リーグは一生懸命やった、セ・リーグは脂かいて、まあ人気ありましたからね、そういう感じが、今でも強いんじゃないかね、うん、で、巨人のやり方を正しくやってるら、巨人がいい選手が山ほどいるからね、折りすぎ、うん、折ったらいいと言うたらいい、これ食べたらいいから、ね、そればっかり食べたら食べ過ぎでしょ、まあそうですね、ダメです、ああいうのが今の巨人、うん、まあ分かったか分からないか、まあ奥が深いですね、いや奥が深すぎてな